はい、こんにちは。新てっちゃんの興味津々、いつもご視聴ありがとうございます。血糖値高くて、体がしんどくてね、このままずっと寝たい心境ではあるんですけど、ちょっとね、この場所を離れて違うところに、行きたいと思います。これね、ホテルなんですけど、松山のね、ここにね、ちょっと言うの気持ち悪い。で、なんてかというとね、皆さんご承知の通り、X でね、僕をずっと叩いてる人たちとか、YouTube の人たちがね、もうね、まあ、これ嘘のような本当の話なんですよね。その僕のアンチの人たちってね、僕が一体どこに行って、どこのホテル泊まって、どこであれしてるかっていうのを全部ね、もうチェックしてるんですよ。まあ、いわばストーカーですよね。だから、X にね、僕が泊まってるホテルをアップしてみたり、いろんなことをしてくれてます。で、僕はね、別に、どこでね、泊まろうが、どこのホテル行こうが、別にね、それが、問題なわけでもなく、別に気にしはしてないんですけどね。でもね、何人もの方がね、ある人たちが僕の泊まってるホテルをこう X でアップしたりね、いろいろ書いてますよっていうような連絡いただいてね、ありがとうございます。で、僕ね、もう毎回ね、そういうことの繰り返しでね、僕がどっか行くって言ったら、もうすぐ自分その泊まってるホテルないしね、僕がなんか行ってるところをアップしたりするんですよ。でね、考え方を変えるとね、ああ、熱心なリスナーだなぁと思いつつ、でもね、やっぱり、度を越してるっていうかね、度を越してることを平気でやる人たちなんですよ。でね、これもう、蓮心海、ハルマ、ハムハム、あれだかな、あとね、いろいろいるんですけどね、今も疲れてね、ちょっと、もうとにかくこのね、場所をね、出ないと、もうな、気持ち悪い。どんなに体調悪かろうが、どんなにきつかろうが、こういう人たちはね、とことんね、こういうことをします。でね、僕はね、正直言うとね、こういう、まあ、ストーカーまがいのことを平気でする人っていう認識はね、僕前から持ってたんですけどね、その人たちとね、仲間ですと言ってね、17とかね、ルナとかいっぱいいるでしょ。で、この人たちね、やってることはね、なんていうかな、まあ、人道的でないというかね、そんな人と平気で手を組んで、だから僕ははっきり言うと、トゥインクル17とかね、ルナとかね、ラビとかね、飯坂由美子、これ同類。私のところには、私とは関係ない。私は、私のことは別に悪く言ってない。だから友達なんだ。それはね、一つの理屈から言えばそうかもしれない。だけど、ね、やっぱり、人としてね、大人として、人間として、まあ、やっていいこと、まあ、別に僕はどこに行こうが、それはね、いいけど、それをね、わざわざ X にアップするとかね、そういった人とね、手取り足取り仲良く、人の悪口を平気で言うっていうね、トゥインクル17、
トゥインクル17っていうね、これひどいよ、この、まあ、もう名前僕はあんまり言いたくないけど、トゥインクル17。これはね、もう人間の域超えたね。まあ、大人の域を超えたというかね、もう早くね、まあ、人格っていうかね、性格っていうのがね、分かって、僕はね、良かったと思う。この人にね、この人を信用したらもう大変なことになるということが分かりました。だから、今ね、このトゥインクル17に近づいてる人たち、一緒になってる人たち、情報をね、この人にいろいろ言ったらね、今は仲間かもしれないけど、すぐ手のひら返しますよ。もうこれはね、理由がね、どうであれこうであれね、危険な人物であることは間違いないと思います。現に、僕自身がね、すごく信頼してて、いろいろね、接してきた中で、いつの間にか手のひらをくるっと返してね、どんな人間だろうが、どんな卑劣なことをやる人間だろうが、自分には私は関係ないよって、そういうね、やっぱり発想がね、もともとね、この人の本質だったんだろうというふうに思ってます。だから、僕はね、僕のリスナーさんにはね、このトゥインクル17に関わってほしくない。もしくはトゥインクル17の、人たちに関わってほしくない。いいんで、この人はね、手のひら返すんですよ。だから、自分にね、害がない、自分をね、立ててくれるときはね、いいこと言うんですよ。だけど、一旦機嫌損ねたら何するかわからないっていうね、今回ね、つくづく分かりました。どんなに体がきつかろうが何だろうが平気で仮病だろうね、何だろうっていうこと、あとは、ストーカーまがいの人でも注意することもなく、私にはいい人だからなんていうことを言ってね、まあ、屁理屈こねてね、やってる。もうね、疲れました。とにかくね、ちょっと場所を変わろうと思ってます。